まるちゃん、おはよう。気持ちよさそうに寝ています。後ろには酒瓶が並んでいますね。はい、ちゃんか。はい。あ、来たよね。はい、どうぞ。はい、カンカンです。はいで、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 はいえー、今日ポンちゃんは、お布団におしっこはしませんでした。多分今ちょっと起き抜けなのでまだわからないっていうところですが、ただ、目が覚めてつい匂いを嗅ぐ癖がついててですね、起き抜けで匂いが、あ、何、おしっこの匂いがするみたいにすごく過敏になっています。人間の方が今ちょっと、どちらかというと、通常じゃない感じになってますね。まあ多分匂いがしたとすればトイレから漂ってきたかすかな匂いみたいなとこだと思うんですが、毎晩ポンちゃんがおしっこをしないように、まあこれどういうふうにするとおしっこをしないという、今理論がないのでお願いをするという形になっていますが、これをまだまだ続けていきます。ポンちゃんよろしくお願いします。できた。ポンちゃん、ポンちゃん、はい、ポンちゃん、毎日いっぱい遊ぼうね。じゃん。おいしいね、ちゃんくん。
でも食べたの？ジャンコ下手くそ。おにぎりのパリパリ海苔を食べています。まさか食べる子だったとは思いませんでした。コンちゃんも食べます。うちの子二人とも食べます。飛んだ、あ、飛んだ。頑張れジャンコンちゃん。もう好きなんだね、ちゃんと追いかけて食べる、うん、コンちゃん。あ、落としたの？あ、落ちちゃった。どうぞ。いいねよ、ポンちゃん。ポンちゃん、どこ行くの？すねた？すねたの、ポンちゃん。では、老眼が回復すると言われる紅鮭食べます。あれじゃなくていいの？ごま油。ああ、缶詰がいいってテレビでは言ってたけど、元は一緒でしょ。そっか、ごま油を炊く。うん、うん、ごま油。まあ、このうちね。美味しいのかな、鮭にごま油、うん、ちょっとやったことないな。すごいいっぱい食べてるよ、この人。頑張れ頑張れ。あぶつくよね。あげる？じゃあ、ポンちゃんのあげ。うん。ポンちゃん、また、踏み出して。はい。ポンちゃん、チュール、ポンちゃんじゃないよ。ジャン君、チュールも持ってきた。買ってきたよ。ポンちゃんにね、あれも買ってきたよ。好きな。あ、今日はこんなことしました。うん、ジャン君、ハッピーバレンタイン。バレンタイン。マイファリーバレンタイン。はい。あ、ポンちゃん持ってきた。ポンちゃんからのやつ。ポンちゃんからのやつ、後で買ってきた。ポンちゃんね、ごめんね。遅くなってごめんね、ポンちゃん。ポンちゃん、ジャン君にあげたいよね。ポンちゃんからのやつ、後でね、愛するからね。はい、はい、はい。そしてワンちゃん、ジャン君からお父ちゃんに、かわいいでしょう。ありがとう。かわいいでしょ。ほら、ポンちゃんからだよ。このポンちゃん柄だよ。ポンちゃんからです。ほら、めっちゃかわいいの、これ。あれ、開けられない。開けてみよう。あっさり開けてみよう。こないだちょっと食べちゃったけど、ね、だってチョコ食べたいって言うから、あのちっちゃいやつを開けちゃったんだ。じゃじゃーん、あれ、じゃじゃーん、かわいい、かわいい。猫ばっかりないけ。めっちゃかわいい。はい、もうない。はいはい、ちょっと待って、私の写真撮ってからね。はい、ごめんね。そしてこれはじゃあワンちゃんからだよね。で、私から。はい、あのね、猫ばっかりだ。そうなの。しかも音楽やってる。そう、音楽だし、シオンくんだし、ラブくんだし、アンズちゃんで、ちょっとふさふさだけどカオリンなのよ。ほんとだっていうことで、まあアンズちゃんとも言うし、チャコちゃんとも言うっていう感じで、じゃあ一時預かりバーン。そう、かわいいでしょ、うん、これを、お、これビニールについてる。かわいいからこれにしてみました。開かないっす。中も開けてみたいです。あ、開いたかな。やっと、ビルビリ。そう、かわいいのであえてしませんでした。パッケージは作りませんでした。だってこれが見せたいから。こちら見せたかったから。保護猫バーンド、一時預かりバーンド。やっぱりか、うん、かわいい。同じのが入ってるんだね。そうだね、同じ種類だからね、はい。あ、これそう、こうじゃない。かわいい。はい、ありがとう。
シオンか。ラブか。これはラブか。アンチちゃん。カオリン。カオリンふさふさになっちゃった。これ昨日。はい。それで、お友達からも。いただきました。プレゼントいただきました。あ、こっちか。こっちが表だね。ここにマーカーで。よいしょ。ジャン君とポンちゃんにバレンタインって言われてたよ。ジャン君よかったね。お、大きい。すごい大きい。やったー。ジャン君。かわいい。なんか後ろに、後ろにかわいいのがついてる。ほら。あ、ほんとだ。ごめんじゃん。ポーチ。かわいいポーチがついてる。ポンちゃん色にジャン君のお目目。素敵。かわいい。よかったね、ジャン君。ジャン君これ食べるよね。ありがとう。あ、かわいい。これは何だろう。食品を直接入れられます。へぇ。あの、パウチで食品が入れられるんだ。かわいい。鳥さんと、オカメさんと。何だハリネズミさん、かわいいね。ジャン君たちのおやつとかもね、入れられるね。お、お、なんか美味しそうなものが入ってる。あ、人間用ですよ。ごめんね、ジャン君。はい、美味しそう。手作りの、なんていうんだろう、こういうの。シェルなんとかって。マドレーヌ。マドレーヌ。うん。美味しいよね。焼き菓子大好きでーす。焼き菓子、すごい好き。お、綺麗に切れない。ハサミ使おう。東は好物です。あ、かわいい。かわいい。ハリネズミさんです。はい。あ、ジャン君、ポンちゃんに。シュールー。かわいい。ちゃんとリボンついてるよ、ジャン君。よかったね。なんか、いっぱい入ってる。ねえ。すごいいっぱい入ってる。なに？かわいい。あ、めっちゃかわいい。ほら、こういうのもみたいだよ。ああ。ショコラ。全部猫やないけ。猫じゃん。うさぎさんと、猫さんと、ワンちゃん。と、クマさん。はい、どうもありがとう。かわいいね、これ。開けて、すぐ開ける。よいしょ。ん？テープがついています。そっか、私が買うと猫ばっかりになるけど、動物は全般的に大好きです。ジャン君にはあげられないけど、お、かわいいね。こっちはハリネズミやないけ。森の動物、あれだね、うん、かわいい。大好きなキノコ、なんだろうね、それビターっぽい。キノコ、かわいい葉っぱ。はい、どうもありがとうございました。こっちも開ける？これはまあ、これがそうなんでしょう。うん、でもかわいいから開けてみようかな。これはさ、バンドになんかできそう、うん、学生さんみたいにノートにね、食べるやつ。よいしょ。あ、こっちじゃなかったかな。こっちも止まってるからね。両方とも、両方開けないと。あ、これ、これの下に入ってるから、こっちを開けなきゃダメかな。あった、あった、できよう。カッターで切ったら綺麗にで、出るのさ。食べられない系です。さあ、これから毎日チョコです。どうもありがとう。ありがとう。ジャン君とポンちゃんにも嬉しいです。嬉しい嬉しいね。ジャン君よかったね。はい、さらにまた、お友達からいただき物です。今日いただきました、うん、すごい
びっくりです。これ、お母さんからはこれです。うちの母。お母さんは今日がバレンタインって知らなかったので、急遽多分買ってきたと思います。どうやら西洋の風習があるらしいわ。そう。わはは。ということでした。そんな、お母さんもっと可愛いよ。すごい立派なの。高級品が届いちゃいましたね。びっくりでござります。可愛いね。これはどうやって開けるのかな。高級品だと開け方がよくわかりません。こうやって開けちゃおう。馬のね、あの原宿にあるよね、あのねゴディバのお店がね、はいはい、あ、開かない。あ、テープがありますね。よしよいしょ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 。あ、取れません。テープっていうかシールで箱のこれが取れちゃうのは、うん、貧乏症の私としては悲しいです。はい、高級だね。ゴディバだよ。お馬さんだよ。です。ありがとうございました。美味しそう。ありがとうございます。なんか高級感漂ってる。そういえばカカオは、うん、脳人だね。アルツハイマーの、うんうん、美容にもいいよ。そうだね。はい。ツルツルの脳みそが、ツルツルの脳みそじゃダメなの。脳みそ。バリバリでツルツルの肌になります。脳みそシワシワじゃないの。なんかねシワシワはあんま関係ないんだって、ね、あ、関係ないの。だそうです。最近の話でございました。ぷんちゃんからのバレンタインチュール食べてます。ハッピーバレンタイン。よかったね、ジャン君。おいしいおいしいおいしいね。ポンちゃんの愛が詰まってるもんね。ポンちゃんの愛が詰まってて、うまうま。でも、ポンちゃんは今はちょっとおねんねしています。おいしい。すっごい真剣な顔して食べてるよ。かわいい。おいしいね、ジャン君。ポンちゃん、ハッピーバレンタイン。おいしい。ジャン君からお裾分けしてもらったチュール。おいしい。おいしいです。ぽんちゃんね、ベロが長くて綺麗だよ。うん、ぽんちゃん綺麗だね、ベロに。